にちは、プロトリーフチャンネルです。今日はこちらのちょっと変わった植物をご紹介したいと思います。こちらのセラギネラというあのイワヒバというですね、シダみたいな植物の仲間なんですけども、まあちょっとですね、すごいこんもりして可愛らしい、まあ、キャッチコピーがもののけの森に癒されたって書いてあるんですけども、まあ、非常にですね、あの、まあ、狂犬といえば狂犬なあのシダの仲間になりますね。なので、あのこちらですね、管理方法としては直射日光はちょっと苦手なので、当ててしまうと焼けちゃうので、お部屋の、まあ、ガラス越しの直射光線でもちょっと焼けちゃうので、まあ、レースのカーテン敷いたぐらいの柔らかい光のところに置いていただいて、あと、まあ、シダの仲間でもともとジメジメしたところに生えてますから、基本的にはあの乾燥にはむちゃくちゃ弱いですから、まあ、乾かさないように気をつけていただいて、ちょっと乾いてきたなぐらいだったらもうあげちゃって構わないので、もう鉢の、まあ、土のところにたっぷりと水を与えるようにしてください。大きくなるとですね、こうふわふわっとこう丸くなっていきますので、まあ、非常にですね、あの可愛らしい植物になってますので、まあ、ぜひぜひこちら試していただければよろしいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。